はい、こんにちは、西村淳一です。今回はですね、このダヴィンチリゾルブスピードエディターをですね、パソコンと Bluetooth 接続するということについてお話します。結論から言うとね、これ充電してあげればいいですね。充電、USB Type-C ケーブルで充電できるんで、充電中にしてあげると、ペアリングモードになって、で、Windows なり Mac なりで、Bluetooth を接続するための操作をすれば使えるようになります。で、なんでその話を今してるかというと、このダヴィンチリゾルブスピードエディターですね、こう、どこ見ても、Bluetooth 接続をするための、そのペアリングモードに入るための印字が、T 上に全くないんですね。で、まあ、横とか裏とか見ても、そういうペアリングモードに入る用のボタンなんてのは存在しないんで、じゃあどうやってこれ、パソコンと Bluetooth 接続すればいいのかなっていうのが、最初わからなかったんですね。もともとこれはUSB Type-C ケーブル、あるいは Bluetooth でパソコンと接続できるんですが、まあその Bluetooth のね、使い方がわからなかったっていうのがね、もともとありました。で、実際その USB Type-C で充電し始めると、ペアリングモードになります。で、Windows なり Mac なりで、Bluetooth 接続するための、まあ、操作がありますよね。で、それで、周辺機器を探してみると、確かダヴィンチキーボードというのが検出されるんで、それを選択して接続してあげれば、まあ、これ使えるようになるよという話です。で、あとこれ自体にバッテリー残量みたいなのを示す場所が全くないので、それも、Bluetooth 接続するとパソコンで見れるようになります。76% みたいな感じで電池残量が出るようになるので、パソコン側で電池残量を確認するということもできるようになります。で、あと一旦そうやって Bluetooth 接続してしまえば、パソコンでダヴィンチリゾルブのソフトを立ち上げたときにですね、こちらのスピードエディターも、Bluetooth 接続された状態になる、起動するんですね。ので、すぐ使えるようになります。これがなんかね、私的には小気味というか、なんかすぐ使えるようになっていいなというふうに思ってます。まあそんな感じでね、このダヴィンチリゾルブスピードエディターをパソコンと Bluetooth 接続するにはということでお話しました。結論としては充電しましょう。電源とつないであげればペアリングモードになりますよというお話でした。